日村さんと神田さんの、ラブの始まりって、うんうん、やっぱりヌメロンなんですか？神田愛花 VS、相沢里奈の決勝、鮮明に覚えてますよ。うんうん、ああ、これだよ。俺もなんか思い出したんだよな、うん。神田さん、日村さんが好きですってはっきり言ってましたもんね。あの時の日村さんの喜び、尋常やなかったですよ、ね。うんうんうん。ってことは、相沢さんは設楽さんがパコったんですか？パコったのがいるじゃないよ。とにもかくにも、末永くお幸せに。ありがとうございます。相沢さんはね、俺ね、パコれてないんだよね。やめなさいっつって。パコりたいけどね。いやいや、パコりたいはパコりたいんでしょうけど。そう、ヌメロンに前出た時に、あの数字のゲームの深夜ね、フジテレビでやってた時に、そう、神田さん来て、なんか、そうそう、俺も、なんかの流れで、相沢さんがすごい人気で、神田さんが、うん、なんかちょっとこう、みんなから、なんつうのかな、ちょっとこう、うるせえブスみたいなノリの流れがあったんだよ。なんかほんで、相沢さん可愛いねみたいなこう男が言うみたいな中で、誰がいいのみたいな話になった時に、確かにね、神田さんが日村さんのことが好きみたいなこと言ってたんだよね。俺もなんかあれと思ったんだよね。うん、確かに、うん。言ってたよね。言ってた。ね。そう。これね。うん。そうそう。でもあれ随分前だもんね。どれぐらい前なんだっけな、あれな。2年ぐらい前？いやー、全然覚えてない。いっぱいやってるからな、ね。うん。そうそうそう。2年ぐらい前。でもそれじゃないんでしょ？あ、それじゃないんです。ここ最近なんでしょ？そうです。ね。うん。もう、あの、もう、あったのはね。うん。こちら、ラジオの、かきパーシー。うん。かきパーシー。うん。天才カイザー、天才作家、ホーケーバラマンディ、こんばんは。で、今日さ、ホーケーとかバラマンディの話違うでしょ。なんだ、なんで今日違うって。いや、だ今日に限ってな、ホーケーとバラマンディはさ、バラマンディはもう絶対違うし、ホーケーはホーケーかもしれないけど、今日は違うでしょ。いやいや、今日は違うって、なんて言われりゃいいの。いや、熱愛バラマンディとかよ。いや、まあ。熱愛包茎とか。いや、しょうがないよ。だってこれはもう何年も何年も、それはさ、こっちの方が悪いけど、うん、こっちの方が長いんだから。いや、でも今日に限って。まだ2ヶ月程度でしょ。いや、今日1日のことだよ、これ。こっちとリスナーの関係はだってもう何年も何年も続いてんだから。いや、そうかそうか。俺別に、いや、そういう意味で言ったわけじゃないんだけどさ、今日に限って、包茎バラマンディってなんかな。いやいや、まあ、しょうがないですよ、うん。読まれたら初ですよ。読まれた、ね。ああ。おい、日村。おてめえどういうことだ何がなんでお前みてえな、うん、三流包茎汚れ芸人がフライデーされんだよ一流包茎だよバカ野郎すげえ怒ってすげえ怒ってえちょっと待って包茎だって何つったのえ三流包茎汚れ芸人うんうんって言った包茎の部分が三流だってでも汚れ芸人の部分はもう三流だっていやわかんないけどどこに三流かかってんの、うんうん三流包茎汚れ芸人がフライデーされてんだよと、うん、しかもめちゃくちゃ美人じゃねえかよ、うん、まさかとは思うが前の彼女みたいに設楽さんに隠そうとして失敗とかしてねえだろうな、うん、日村軍団の奴らはいいけど設楽さんに迷惑かけたら許さねえぞ、うん、あとこの前、うん、バナナムーンでタラバガニの話になった後、うん、神田さんのツイッターにもタラバガニの写真が載ってたらしいじゃないか、うん、あげたんですこれにんこれにもし関連があるなら、うん、危機意識なさすぎるぞ。俺今日17日誕生日なんだけど、こんなムカつく誕生日プレゼント初めてだよ。こいつ誕生日なんだ。設楽さんおめでとうって言ってくれたら泣いて喜びます。あ、おめでとう。おめでとう。うん。最後に日村。うん。ファック。うるせえ今日は違うだろ、ファックって。うん。確かに。なんかあの、まあそれはフライデーにも書いてあったけど、あれ、ナルが。そう。くれたやつでしょ。いや、俺だ、そういうのもさ、そうなんだけどさ、うんあ、そっか、そういうのってちゃんとツイッターとかも見て、ちゃんとそういう風にして、あれはああいう風なことだったんだとかってちゃんとやるんだなと思って。え？びっくりしちゃったんだから。何が？あ、調べんだな。調べんだなと思って。いやいや、これでもちょっと問題だよ、日村さん。え？何が？いや、なるは日村さんにあげたわけだよ。いやいや、かわいそうじゃん。なんでみんな一人で食ったのあれ。いや、俺とかはもともとそれは家に帰れば家族がいるから、うん、それはしょうがないにしても、うんだって、あれはさ、ホワイトデーのお返しでね。でも、カニ一杯なかなか一人で行くの大変だよ、タラバガであんな大きいの。いや、でもさ、なんか、そんなさ、別に黙って食ったらいいけど、ツイッターに載せてさ、あれはなるな、日村さんにあげたもんだからな。なるないよね、なる、いいよね。横流しだよな。タラバガニの横流し。もう何言ってもダメだ。ダメ。タラバガニの横流し？うん、タラバガニの横流しだと思うよ。なるほど。うん。あと、こちらラジオネーム、カチンコチン山、うん、カイザー、
ハゲカイザー、ソチン、こんばんは。なんで俺だけソチンで行くんだ、うん、なんでチンコ話が来ねえんだ、今日。わかんねえな。おい、日村。なんだよ。化粧品作ってる女の次は元 NHK アナか。うん。羨ましいな。うん。先週、うん。タケノコの水煮を買った発言でちょっと勘ぐったのが当たったぞ。うん。四五日前にタケノコご飯作ってもらってたのか。作ってもらった。彼女がツイッターに写真上げてたぞ。羨ましいな。うん。幸せにしてやれよ。ファック。だって作ってもらった。だって、タケノコご飯の話とかしてたら、それはもう食べたことあるじゃんね。いやいや。ラジオネームチョップマンのキック、ちょっと待って。いやいや、これちょっとまだ読まして。設楽さん、大倉さん、アナルハンバーグこんばんは。なんで俺なんかアナルハンバーグなんだ。なんでだ。神田さんのツイッターの過去のつぶやきを確認してみたら、みんなだからすごい行くんだよ。うん、花丸うどん、うん、タラバガニ、うん、タケノコご飯、うん、火鍋、うん。過去に本編や、ポッドキャストで日村さんが話していたことが、ガンガン登場しています。日村さん、花丸うどんに行ったのも、火鍋を食ったのも、神田さんと一緒だったんです。一緒一緒。マジか、すげえな。なんだそれ。一緒一緒。マジか、驚くよ、俺が。全部一緒。すげえな、全然そういうのを隠そうともしないんだ。すげえな。ラジオネーム、タケノコ一等兵。あれやばいのかな、タケノコ一等兵、はい、天才設楽さん、天才大倉さん、幸せギョロメさん、こんばんは。ありがとうございます。神田さんのツイッターで、タケノコご飯や火鍋、花丸うどん、カニなど、うん、最近日村さんが食べたと言っていたものの画像や、最近初めて龍が如くをプレイしたといったツイートがありました。これらはすべて日村さん関与しているということで間違いないですか？間違いないです。俺、なんなの？もう脇が甘いというかさ、もう知らしめたかったんだ、もう。これでも、うちのやっぱ探偵もやっぱ総動員で、こういうことが発覚したら、はい、アマ王の写真もあれ男気のやつですよね。男気のやついや、もうね、日村さん、ちょっと言った方がいいよ。全部出すんじゃねえって。いや、こんなことやってたら、そりゃあさ、あれだよ。まあ別に、隠してないから、まあいいのか。わかんないけど。すいません。また、そりゃ、これはまあなんかそういうのおかしいとは思ったんだよ。なんか俺も。あ、ほんと？なんかさ、火鍋がどうたらとかね。うん。火鍋もその時初めて食べたの、俺。人生で。いや、まあ、そう言ってたよ。いや、もう聞いたわ、その話。言ったよね。そこに、うん、だから、ああ、そうなんだって言ってたけど、うん、そういうのが全部アップされてるから。うん。すごいね。ああ、すいません。ああ。すげえ、あれだね、恥ずかしいね。なんかね。こっちだよ、恥ずかしいの。全部アップされてるって。何やってんのよ。あいつが恥ずかしかった？いや、井村さんがなんか、全部アップされてて、バカみたいじゃん。タラバガニとか、火鍋とか、タケノコご飯とか。全部ここで言ったのが映像として全部残ってんだよ。恥ずかしくない？なんか。恥ずかしい。すいません。ラジオネームウィンターで、はい、天才タラさん、ニュースペーパードール、ニュースペーパードール大倉さん、熱愛おめでとう、ホーケータケシ、こんばんは。こんばんは。ちょっと気になったんですが、うん、今日突然バナナムーンの番組プロデューサー宮崎さんが、うん、ツイッターで神田さんフォローしたぞ。大丈夫なんですか？こういうのってわかるの？そういうのってわかるの？そういうのもわかるの？わかるんだ。わかります。わかるんだ。あ、詳しく見ればわかる。いや、すげえなぁ。いや、それはそうだ、宮崎さん。ツイッターやんねえからわかんねえんだよ、俺。うん。うん。そういうのもわかっちゃうんだ。だから宮崎さんとかもやっぱ。あ、でも、これが出てすげえ、あれじゃない？ツイッターフォローしてる人とかも増えてるでしょ。ああ、すいません。いや、すいませんつか。だから見に行ってる。そうだよね。うん、ラジオで喋ったことが全部載ってんだもんね。本当だよ。すげえな。そっか、すげえな。え？ツイッターやんないからわかんないんだよ。ん？埼玉県のラジオのジニー。はい。バナナマン設楽さん、大倉さん、保健チンポ、こんばんは。なんだ？早速ヤフーニュースの速報の中に入ってますよ。うん。全くヤフーニュースに乗るなんて、ファック。ん？あ、バナナマン日村、ラジオで、神田愛花との交際生報告、付き合ってます。うん、もう出てるよ。うん、うわぁ！すげえな。聞いてんだな、この人も。いや、そうだね。ね。そうだね。うん。うん。わぁ、ほんとだ。これがそうなの？あ、もうこんな、ちゃんとしたニュースになってんの？へぇー。すげえな。すげえな。へぇー。へぇー。もうね、ヤフーニュースのやつで出てんだけど、うん、あれケンコバさん
とは揉めてないとかそういうのは一切書いてない。いやいやいや、包茎包茎だとかそういうの書いてない。いやもうやだよ。もう包茎のこととか出てこないでしょ。うん。おいやもう今さニュースじゃないでしょ。俺が包茎だっていうの。うん。だからさ。え？ちょっと今読んでんだけど。いや今言ってる内容でさ。うん。タケノコご飯の写真がアップされてるとか書いてないね。いや、だからそれはほら、ついさっきだからよ。これはもうちょっと前に載ったんじゃない？だから。宮崎さんが神田さんのツイッターフォローしたとか書いてない。1時8分だもん、配信されてるの。1時8分だもん。タケノコご飯の話したのだってまだ3分ぐらい前だし、包茎の話は結構ずっとしてるけど、包茎の話はあんま飲んないでしょ。ヤフーで。そっか。ちなみに日村包茎ですみたいなの飲んないでしょ。ああ、もうほんと、なんか、付き合ってますって言ったとか。うん。俺が付き合ってから2ヶ月くらいだよね。フライデーされるの早くないと突っ込んで、日村は爆笑。うん。番組中は終始ご機嫌だった。終始ってまだ始まって8分しか経ってねえのに。まだ喋ってんのに。すごいね。早いね、やっぱ。すごいね。やっぱ今日はだから聞いてくれてんだね。うん。すいません。ありがとうございます。すげえな。いやー、そっかそっか。ラジオネームネズミ後輩。おいたけし。たけしじゃねえよ。神田さんのことなんて呼んでるんだ。教えてくれ。いや、下の名前です。あいかって。まさきさん。なんで神田まさきさんなんだ。なんで俺神田まさきさんとお付き合いしてるんだ。向こうは何つったの。ゆうくん、ちょっと。ひでえな、なんかそんなの。ああ、ゆう。いや、もう、うわぁ、なんかごめんね、気持ち悪くなってきちゃった、今。やだー、なんかそんなのか。おぉ、まあでもそうだよね。それは付き合ったらそうだよね。え、だって、そうじゃないの？まあそうだよね。いやいや、そうだよね。え、なんて言えばよかったの？いやいや、でもそうだよね。名字、いやいや、名字変でしょ？おかしいもんね。神田さんとか日村さん変でしょ？うん。うわ、なんか今、体かゆくなっちゃった。いや、今のはね、うん、何か言うくんだよ。よくあるけどね、こういうの聞くのね。うん。うん、え、だって、下の、ケモン、下の名前でしょ？まあ当たり前だよね、夫婦だって、ね。でもね、まあ俺んちは、まあまあ下の名前で呼ぶ感じなんだけど、もう子供ができてから割と、子供がいるときママとか言っちゃうんだよね。ああ、そっか。付き合ってる頃は下の名前で言ってたもんね。下の名前をこう縮めた感じで言ってたもんね。そうそうそう、そう、ね。うん。うん。だからそれぞれ、ゆうくん、ゆうくんってこと、ゆうきだから、ゆうくん。わかったよ、ゆうくん。ゆうくん。うん。はい。ゆうくん。なんだ。あ、ラジオネーム、ドラミの兄。天才したらずさん、天才雑貨おくらさん、女子アナこんばんは。女子アナこんばんは。おい、日村。はい。今日がスペシャルウィークだったら、聴取率も最高だったのにな。来週なんだよね。スターってそういうことだぞ。おめでとう、ファック。ありがとう。ああ。ね。来週がスペシャルウィークだからね。ああ。さあ。あ、これはま、さっき読んだやつか。はい。ね、はい。スペシャルウィークだったらって言ったけど、そうなんだよ。はい、来週スペシャルウィークなんだけど。そう、来週がスペシャルウィークだろ。うん。いやー、まあまあ。いっぱい読んでくれた。こういうのはね、別にその、合わせて発表とかじゃないから、もう出ちゃったから、出ちゃったからしょうがないってあれなんだけどさ。はい。来週ね、そうなんです。スペシャルウィークなんですよ。そうです。ね。わかってます？日村さん。わかってます。日村さんはもうさ、本当思うけど、俺からするとさ、日村さんって本当芸能人だよね。だって？いや、こういうのが出たりとかってのもそうだしさ。ああ。なんか、すげえな。ポルシェ買ったりとか？ポルシェ買ったりとか、まあでもそうだよね。金つけてたりとか？なんか、いやなんか休んじゃうとか。休んじゃう？なんか病気になっちゃうとか。ああ、なんか。インフルエンザとかそういうの？心不全とかそういうの？とか、うん、なんか、そのことがで、なんかこうやるって感じが。ああ。うん。菅さんってちゃんとしてるもんね、だってね。俺やっぱちゃんとしてないんだもん、俺。いや、でも、日村さんの方が芸能人だなとは思うよ。そういう意味で。なんか、うん。来週スペシャルウィークなんですけど、大丈夫ですかね？来てくれますかね？誰か僕大丈夫ですか俺はい。いや、もうちょっと行くよ。